で、その、あのプロフィールを読ませてもらったときに、その学費も行くんだけど、結局そのすごく自分の独学でやった部分が多いって言ってるんですよね。まあ、勤めたところの院長はあまり教えてくれなかったので、まあ、独学で、その独学っていうキーワードすごく大事だと思ってて、あのこの間 あるやっぱ偉い人が同じようなこと言ってて、その学校に行ったりも自分でこう探究心みたいなのをこう解決する力がやっぱり独学じゃないと身につかないんだみたいな話で、多分そうなの。だから頭の中で理論から入ると、うん、頭でっかちになって、うん、それから外れた時に伸びないなと思って、もう感覚だけで伸びないし怖いしね、そうこうだっていうのを正解って頭に入っちゃってると、はい、そうじゃない。で僕の計画の中でその勤めたところに10年いて10年後に開業するって決めて、その10年間はもう感覚をひたすらやって、独学で本をある一つの本だけでやって、独立してから理論を学びに行こうと。逆に、まあ、だから音楽ももしかしたらみんな感覚でやってて、はい、その後に理論が入って同じだと思うんですよね。全く同じ。両輪さんもどっちかタイプだと思うんですけど、うん、同じだと思うんですよ。自分でこうやってて、俺も後で音楽学校行くんだけど、なんか知ってたことに名前付けられたっていうか、そうですね、そういうこと一緒ですね。あ、そうなんだ。でその時に入ってくる、あ、すごいなみたいな。逆に理論が後だからね。でも理論作った人はもっとすごいなって思います。だってそれ全部データ見て理論にするんだもんね、逆にね。でももう賢人たちがいっぱい作ってるんで、それで、あの今日だから